はいどうも、妖怪三国志国取りおず今回もやっていきます。今回ね、お知らせについてのちょっと補足的なね話をしたいと思います。内容的にはね、ツイッター公式ツイッターをね確認してくださいっていう内容なんですけど、今ね 4.5 周年でいろいろキャンペーンやってまして、でね、このプレゼントね、マイクロファイバークロス、これ、ね、ググるとよくわかります、何か。で、外れてもね、交流ポイント当たるんで、当たるっていうか交流ポイントもらえるのでね、はい、ぜひね、抽選しましょうっていうのと、まあ一応ね、抽選券はここかな、4.5 周年、ここからね、交換できて、まあこれがね、交流ポイントになるんで、まあ全然お得かなっていう感じ。はい。で、いろいろね、前半はね、外した。オール外れ。報酬受け取り済み。だけど外れなんだけどね。で、公式ツイッターを見ると、いくつかね、他にもリツイートキャンペーンみたいなのがやってて、で、ごめんなさい、まずちょっとリツイート全然関係ないですけど、今、初中見舞いキャンペーンで、超ガシャチケットがね、7日連続毎日1枚プレゼントで7枚ね、もらえるプレゼントをやってまして、ぜひね、ちょっと最近ログインしてない人、ログインだけでも、一応毎日ガシャ10連無料っていうのがね、もうやってるので、この7月のラストはね、までね、ちょっとログインだけでもしてみてはいかがでしょうかっていうお話と、あとその 4.5 周年の、まあ、リツイートキャンペーンみたいなのが、まあね、1315報酬ぐらいもらえたんだっけ？まだね、最近ログインしない人ね、多分ログインすらもらえるんじゃないかな。さすらいパトル。これね、さっきの超ガシャチケットが今毎日ね、プレゼントされてるのと、あとね、4.5 周年リツイートキャンペーン。これいつまでね、もらえるんだろうね。なんとなく7月中のログインをもらえるような気がするので、あ、7月28日までだ。なんでね、これ7月28日までもらえるんで、ぜひね、もらってない人はぜひちょっと郵便で受け取ってほしいなと思います。で、あとは、他にも 4.5 周年絡みで、別途ね、ツイッターのリツイートキャンペーンがやっててね、8月2日目までってので、これのね、抽選券をもらえるっていうのがあって、450リツイート達成で抽選券10枚もらえるっていうのがやってるんですけど、これはね、もう達成しているので、これね、来るんじゃないでしょうか、抽選券ね、配布が。で、あとね、カイラが登場してから、カイラ関係のツイートがあって、それがね、カイラ、あ、やべ、ちょっと、びっくりした。公式ツイッター見てほしいんですけど、カイラ関係のツイッターの公式のところで、3000リツイートすると、超ガシャが3枚もらえるっていうのがあって、で、1565件のリツイートと1407件のリツイートがあって、あとちょっとで3000、なんかね、今回ね、リツイートプラスいいねらしいんで、あと100？ん？もう達成してるのか？いや、違うな。あと30だ。多分もうすぐね、あ、飲料リツイート入れたらもう達成してるね。うん、だからまあ、ほぼ達成してるんですけど、一応ね、これも8月4日までで、超ガシャチケットね、また3枚もらえるみたいなんで、はい、だから初中見舞いと合わせてね、7枚。まあちょっと今からログインした人はもうね、ちょっと過去の分もらえないんですけど、7枚ね、もらえるみたいなんで、初中見舞いは7枚、そして今回ね、3枚もらえて、さらにね、1000リツイートでオロチの絆1000、で、極経験者も45もらえるらしいので、2000でね、そして3000でね、超ガシャチケット3枚もらえるらしいので、はい、これはちょっと楽しみだなっていう感じで。ね、カイラね、これ3凸したら化け物なんですけど、3凸したら 何体出さなきゃいけないんだ。3凸ね、1000、1500、2500か、2500、5000、6000、6体出さなきゃいけないんだな。
げえな、6体出したらもう神だけど、はい、ちょっとそんな作戦になってきてますね。なんでね、また超ガシャチケット3枚もらえるみたいなんで、ちょっと本当なんかね、行ける人はカイラ、なんかね、私ね、カイラの一突も強いじゃないですか。でもなんかサブアカってのもあって言い訳しちゃってんだけど、なんか使いこなせてねえんだよな。だからね、あんまりね、なんか使いこなせなさそうだなって人は無理しないで貯めとくのがいいかなと個人的には思いますけどね。はい、これも打ち消しを受けた時に自分に超過去ってのもかなり強いんですけど、なかなかなんか使いこなせてないなというところで、まあただね、超ガシャチケット10枚ねもらえることがもう分かったんで、はい、これはいいなというところで、はい、ちょっともうそれもね、いろいろ計算しつつ、まあ今後のね、超ガシャチケットライフをね楽しんで、確定がね、はい、どんどん詰めればまたね当たる確率が増えますし、今ちょうどいいよね、あの転生が1体だからさ、やりやすいっていうか、すり抜けないってのは結構でかいよね。うん、なんでちょっとね、あのなんかよくわかんないけどさ、あのツイッターの情報、ツイッター見ない人も結構いると思うんだよね。ツイッターの情報なんかテキストレベルでもいいんで、こっちにやってくれるといいんだけどな。はい、という感じで 4.5 周年キャンペーンね、かなり超ガシャチケットももらえて、王子もねもらえて、あとはどうするんですかね。8月イベントがさ、8月4日までなのに、4.5 周年は8月18日までやってるみたいなんで、第3弾どうするのかなっていうところで、はい、ちょっと気になってますね。あとは今のさすらいが今日の、最後ラストスパートですね。絆ドロップキャンペーンが22時からだな、22時からか、はい、始まるみたいなんで、何なんだろうね、この22時から10:59までって。次のイベントソルカが始まった時には最初はドロップキャンペーンやってないのか、なんかそんな感じですね。なんでちょっとあれですけど、まあ、あのもしね国取り勝ってる人ですと、ここがね、私まあカラッカラなんですけどね、今だと勝ってると10と30で40で 70% アップにね、あの勝ってる人はなると思うので、はい、ラストスパートね、ぜひ行ける人はやってみてください。私はね、もうなんかミッションこなしてるだけかな。はい。でもヒットポイントどこまで行ったんだろうな。ちょっとベッドね、ノルソルどうしよう動画をちょっと作ろうと思ってるんですけど、はい。ヒットポイント5000までね、行きましたね。スターっていうよりはもうヒットポイントにしてくれた方が分かりやすいんですけどね。はい。そんな感じ。一応ね、ノルソルは、またちょっとベッド動画で言おうかな。まあ、一突かなっていう感じが現実的に感じられますかね。うん。一突になりそうかなって感じですね。うん。持ってる数も40しかないね。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、今回ね、超ガシャチケットがまだまだポコンと3枚ね、もらえそうだっていう話でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。あとは、剣もね、もらえるし、いろいろもらえていいね。